お花紙で作るふわふわの桜の花です。まず型紙を作ります。お花紙を1枚6つに折ったら、これを十折りにして桜の花型にします。それをお花紙と同じ大きさの枠に貼り付けます。縦に切れるように等間隔に4本の線を引いておきましょう。空いているところには花びらも描いておきます。これを細長く切っておきます。お花紙の五色鶴はピンク系だけで4色あります。まず桜、桃、恋桃、ボタン、この4色を重ねて細長く4つに折ります。輪になっている方と桜の中心の部分を合わせてホッチキスで留めます。これを重ねたまま切っていきます。薄くて切りにくいお花紙も型紙と重ねて切ると簡単に切れます。花びらは真ん中で半分に折ります。桜の花は花びらの真ん中で折っていきます。指を湿らせて1枚ずつバラバラにしておきます。たくさん作っておきましょう。これを紙吹雪にしたり、糊で貼ってシート状にしたり、セロテープにくっつけて紐状にしたり、いろいろと活用することができます。紐状にしたものはこのように垂らせば風になびくしだれ桜になります。両面テープの上からくっつけておくと壁一面に桜の花を咲かせることができます。作った桜の花をいろいろ工夫して使ってみましょう。